おはようございます。無謀です。今日は、2018年2月の16日昨日は涅槃ね、お釈迦様が涅槃に入られた、日で、その前の14日は私の師匠の17回忌でした。安泰寺はいつもこの時期たくさん雪が積もっておりますけれども、2月の後半となると、まだ雪が降りますけれども、積もる量よりも溶ける量が、多くなるので、今はピークを超えたところだと、思っております。逆に、雪崩も起きやすいので、気をつけなければいけない時期でもあります。冬の勉強できる、時期はもう半分過ぎて、3月の彼岸頃まで、各々が、自分の勉強課題に取り組んでレポート書いている最中です。今日は告知したいことが、あります。今年も、3月の終わりから、秋にかけてあちらこちらで講演をしたいと思いますけれども、まず、彼岸明けの3月26日、毎月お世話になるんですけれども、京都府の日本海側にある、宮津市の智元寺でお世話になるんです。今度3月26日が学童余人衆の講義の最終回となります。過去の講義の様子は YouTube でもご覧になっていただけます。4月1日はまず1日だけ関東に出かけて、群馬県の安中市にある長伝寺さんでお世話になって講演をさせていただくんですが、一旦安泰寺に戻って5日の日から木曜日の5日から日曜日の8日までもう一度東京に出かけます。まず5日の木曜日は、日本橋にあるキャンデーというスリランカ料理店で、藤田一生さん、私の、安泰寺の、大先輩と2人で対談をします。去年は1年かけて、新人名の講義を2人で、交代交代でやったんですけれども、今年は3回だけ、4月と、7月と10月2人で、セックス&マネーという、ちょっとセンサネーショナル話題を、興味を引きそうな、テーマについて喋る予定ですが、初回の4月は、セックス、性について、家族、について。7月は、マネーですね、お金の話で、最終回は死についても話をしようと思います。4月の6日、金曜日は、いつもお世話になる南青山のウェダというヨガスタジオで、夜ワークショップをします。そして、明くる土曜日の朝はただ座る座禅の時間があります。そしてその7日の夕方には、これは私はとても楽しみにしているんですが、新宿の朝日カルチャーで哲学者の永井仁志先生と対談をさせていただくことになりました。その前には座禅もやります。土曜日の、5時から6時半までが座禅で、7時から8時半までは永井先生との対談があります。この情報は全部安泰寺のイベントページでご覧になれます。この下に、リンクを貼ろうと思います。8日日曜日は、これは今年から始まる予定ですけれども、ちょうど私が一番最初に安泰寺に来たのは今から27年前の平成2年もう2000 28年前ぐらいになりそうですけれども、
平成2年だったんですが、同じ時期に、私が当時留学していた京都大学からの、日本人の学生さんが三津に来てたんですね。その彼は今、鎌倉で、住んでいて精神科医をやってますけれども、彼は、医師という立場、私は僧侶という立場で宗教と、まあ、医療の在り方を問おうという、まあ、問題意識を共有しているので、今年から命の学校というのを始めようと思っているんですね。まあなるべく怪しくない学校にしたいと思いますけれども、今度4月8日はお釈迦様の誕生日でもあるんですけれども、花祭りの日に午前中、鎌倉で初めてこの命の学校を2人で開催することになりました。その日の、昼過ぎには藤沢の朝日カルチャーでもう一度講義をして、安泰寺に戻ります。その後も、今度は15日初めて、鳥取市にある NHK 文化センターで お世話になったり、6月には大阪の朝日カルチャーとか、名古屋の、朝日カルチャー、いずれも、日曜日ですけれどもお世話になります。よかったら安泰寺のイベントページをご覧になっていただいて、機会がありましたらぜひ、講演とか講義の際、座禅会の際にお目にかかれたらと思います。まあ安泰寺だけじゃなくて、今年は日本どこでも、例外にない寒さを皆さんが体験しておられる、また日本海側では特に海岸の方で大雪ですけれども、皆さんお気をつけて冬を過ごしていただければと思います。今日は講演の告知で以上です。失礼します。